やっぱりあの会社って勤めてる限りは会社の名刺じゃないけど会社背負ってるわけじゃないですか、はい、会社の名前は、はい、どこどこの会社の誰だっていうことに世間的にはなってるので、はいはい、そういった部分の内容っていうのが大きな影響っていうのがあって、うん、大会社の方が影響力強いですから、うん、小さい会社、例えば有限会社でね10人以下でやってる会社があるとして、はいはい、その人と1000人、はい、1000人の大きな会社、はいはい、あの人のこうがあった時飯出し合って買う、はい、とこで隠されてそうですね、ね、そういう時にさ人間関係でどうやって作るかっていう部分で、うん、こう名刺がものを言うわけだけど、うん、出した時には、はい、その後の問題で名刺以外のところの付き合いがどうにできるかっていうのが一番大事なことになってくると思うんで、よくあの年取ってからさ、あの定年退職した後で名刺がなくなるとね、ただの人になっちゃうっていう部分じゃなくてね、うん、その範囲の会社の範囲も含めてなんだけど、うん、自分の範囲のテリトリーがどのくらい広くなれるかっていうのが、うん、すごく人間的な価値観の広がりなんだって、うん、そうですね、そこも必要ですよね。